はい、どうもこんにちは、翔平です。この動画ではドライ編、アイロン編、ワックス編と分かれておりますので、このワックス編の動画以外に、ドライ編とアイロン編をまだ見てない方は、そちらの方を先にチェックお願いいたします。ということで、早速ワックス編やっていきたいと思います。このワックスで動きをつけるっていう作業は正直、ドライと、まあアイロンなしでも大丈夫なんですけど、しっかりドライを行えている状態での、ワックスでの、スタイリングとなりますので、やはりそこが土台となる部分がしっかりしてないと、できないものなので、ワックス以上にドライが大切になってくるというのを頭に入れといてくださればなと思います。そして今日使うワックスは、こちらですね、中野の、3番のワックスを使っていきたいと思います。正直ですね、どのワックスがおすすめですかっていうコメントをよくいただくのですが、それに関しては髪質だったり髪の長さ、毛量、生え癖、毛の太さ、こう直接見ないとなかなか判断することってのはできないので、まあ、その中でも特に使いやすいっていうワックスを今まで動画で紹介しているので、そちらを参考にしていただければなと思います。今日は中野の3番を使っていくのですが、量はだいたいこれぐらいですね。これを後ろと前1回ずつ使っていきます。でワックスなのですが、しっかりと、色がなくなるまでですね、ワックスが消えるまで指の間までしっかりと伸ばします。これもスタイリングのそのスタイルによって、どういう付け方をするかっていうのは異なっていくんですけど、今日はアイロンをしましたので、中間毛先に、中心的につけていきます。これは毛先に動きをつける場合のスタイリング方法なので、あくまでも、一例として捉えていただければなと思います。まずは後ろからつけていきます。後ろからつけるときはしっかりと、まあ、握るような感じですね。握って揉み込むような感じですね。こんな感じで下から徐々につけていきます。握って揉み込んで、握って揉み込ん でこの場合、かなり太い毛ができると思いますので、その場合は散らして整えてあげます。バサバサするような感じですね。でしっかり襟足にもつけてあげます。そしてもう一回同じ量をフロントにもつけていきます。で、まあ、僕的にはそうですね、こうサイドからこう徐々に上に上がっていくような感じですね。でいきなりトップにつけちゃうと、トップがワックスつけすぎて、ボリュームが出なくなってしまう恐れがあるので、一回僕はちょっと、サイドフロントら辺をこうちょっとつけながらトップにもつけますね。ここ結構僕的には大切な部分だと思うので、いつもこんな感じで揉み込んでます。で、さっきアイロンをつけた、カールたちをしっかり指ですくって、上に持ってきます。こんな感じでよーく揉み込みます。で、髪質によってワックスの馴染みが悪い人もいるので、髪が硬かったりなんか水を弾きやすいなっていう方は、もう1分から2分ぐらいよーく揉み込んであげるのが、大切です。結構馴染むまで時間かかる人も多いので、しっかり全体的にまんべんなく揉み込んであげてください。で、特に耳後ろ、耳上ですね、ここつけ忘れる人がかなり、お客さんでも見てて多いので、ここしっかりポイントでつけてあげてください。ワックスもしっかり全体に均一につけるということが、質感の統一につながっていきますので、しっかり揉み込んであげてください。で、僕的に、この状態でもただ爆発させるのではなく、ひし形を作っておくことによって、下ろした時にひし形のシルエットが、整えやすくなると思うので、僕はよくここでちょっとひし形を作っています。これあくまで僕の持論なので、まあ参考程度にしていただければなと思います。で、最後余ったこの手で前髪の毛先につけてあげます。中間根元につけてしまうと前髪が割れてしまうので、ここは毛先だけにつけてあげます。で、余ったこの薄まった手でつけるっていうのが最大のポイントでございます。最初からつけてしまうとかなりベタついじゃって前髪割れちゃうので、薄まった状態でしっかりつけてあげてください。ここよくビビってあまりつけない人が多いんですけど、薄まった手なら大丈夫なので、しっかり
つけてあげてください。で、ここからですね、最大のポイントです。根元にボリュームを出したので、根元は潰さないように下ろしていきます。中間と毛先を、ボリュームを落として軽を整えていくんですが、ドライでもやった通り根元の生え癖っていうのをしっかりと直さないといけないので、このワックスでも同様、しっかりと、根元をですね、前にこう整えます。毛の根元ですね、この根元の向きをしっかり顔側に寄せてあげるっていうのが、しっかりとこう引き締まったシルエットにつながってきますので、下ろす前に一回ちょっとこう揉み込みながら、太い束を崩しながらちょっと前にこう持ってきてあげてください。こう前に前に、根元のボリュームは落としちゃダメですよ。ちょっと前に、特に僕が気をつけてほしいのはここのサイドの耳上ですね。ここがこう後ろ行ったりあっちゃこっちゃするとだいぶ変なシルエットになっちゃうので、ちょっとね、前に持ってくるような感覚ですね。前に前に、である程度なんかこう整ったなって思ったら、絶対に根元は潰さず、中間毛先を下ろすような感じでボリュームを下ろしてあげてください。こうもファーッとファーッと、優しく優しく手ぐしで、で潰すの怖いなっていう人は、はい、串ですね、串でこう一本一本顔側に引き寄せるような感じで整えてあげます。スッスッスッと、もうこれだけでだいぶね、シルエットがなんか見えてきたと思います。この根元の向きってのが最大のポイントだと思います。ある程度なんか、あ、整ってきたなって思ったら、しっかりとですね、ここの束を一本一本持って、ちょっとねじりながら顔側に寄せてあげます。今コームで一本一本こうほどいていったので、ちょっとシャープな感じになっていくんですけど、これを毛先をこうねじることによって、アイロンで作った、カール感っていうのが復活するので、これをですね、しっかりと直していきます。なんかフロント部分ごちゃごちゃして難しいなっていう人は、先ほど使ったこのダッカールを使って、ちょっとね、上の部分は、崩さないようにちょっと止めておきます。こんな感じで整えます。まあ時間ねえよっていう人はもうファーってやっちゃってそれで終わりでもいいんですけど、まあ今回は初心者の方に向けた、しっかりと正確な束感を作るやり方なので、まあこんな感じでやっていきます。こんな感じで一個一個整えてあげてください。顔側にね、しっかり寄せるような感じで、うん、これあると非常に簡単にできると思います。で、止めたところ、もう一線後ろに置いて、上の毛たちをこんな感じで整えてあげます。もうこれは本当に基本中の基本の動作でございます。根元の向き、しっかり顔側に寄せるように、で、毛先を整えていきます。で、僕的にあまりこう、一本一本正確な束感というか、もう、ピシッとしたのっていうよりも、ちょっとなんか崩れてる方が自然体というか、作り込みないのが一番いいかなって思います。うん、こんな感じだと分かりやすいですね。しっかりこう顔側に全体が、根元がこう引き締まってるのがよく分かると思います。で、しっかりとここのトップの一番高い部分ですね、ここの点と、耳上のここの出っ張りの点を結ぶような感じで、こうちょっと浮かせながら、ここの点と点を結んであげます。反対側も同様ですね。ここの出っ張り、点と点を結んであげます。はい、そうすると正面から見た時のシルエットっていうのが非常に綺麗に見えるので、ここの点と点を結ぶ作業をしっかりやってあげてください。最後、後ろですね。後ろはボリュームを出したら、最後ですね、しっかりとこう中央に手ぐしで集めてあげてください。手ぐしで集めて、最後襟足は、首に寄せつつしっかり跳ねさせるような感じ、こういう感じのちょっとくびれたシルエットを意識してあげてください。野球ボールの縫い目のあの感じですね。はい、ある程度シルエットは整えたんですけど、この鏡を何に使うかっていうと、しっかり、後ろですね、サイドとバックの部分のシルエットを確認するために、この手鏡を使います。今ここに鏡があるんですけど、これと合わせ鏡をして、しっかりと横と後ろのシルエットを確認します。で、人とこうなんか生活してる時に、
どちらかというと正面よりも後ろや横の方が、人からこう髪型を見られる頻度っていうのが、前よりも非常に高くなってきます。なので僕はどっちかというと前っていうよりも、後ろや横、そしてトップ、つむじ周りですね、ここのシルエットを特に気をつけて、いつもやってます。なので、横のシルエットをしっかり鏡で確認して、僕は特にね、ここのトップがこうペチャンって潰れてるスタイルが本当に高校生の時から好きじゃないので、ここはしっかりボリューム整えて、バランス整えてしっかりシルエットを確認していきます。後ろに関しては本当に鏡がないとセットがすごい難しいので、もう絶対にこの鏡、合わせ鏡をして最後全体を確認するっていうのを、忘れずにやってみてください。もう本当に今回は基礎的な内容をやらせていただきました。で、結構お客様とかでもまだワックスとかアイロンとかに慣れてない方が多いので、今回このような動画を作ることにしました。まあ、束感の出しやすいカットだったり、髪質だったり顔の形だったり、いろいろあると思うのですが、スタイリングの技一つでだいぶやりやすさっていうのは変わってきますので、少しでも参考にしていただければなと思います。この動画が参考になったらぜひ高評価、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。